はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていきましょうということで、闇バイトで高金中中ビジネスを作る動きとか出ないよねと、まあいうことで、要するにやってくれす、はい、やっていきましょうということで、まあ、松井先生のテーマこっちゃって、もうね、いい加減諦めてくれねえかなっていうもういい加減諦めてくれねえかなって思うんだよね。もうみんな知ってんねみたいなあの、活動家が何を言おうが、反社会的な勢力の連中が何を言おうが、もうみんな知ってっからみたいな。内閣府もちゃんと動いてるんで、あの、もう、ちゃんと NPO 法人運営するんだったら、もうちゃんとやれやって話ですね。はい。で、みんなに一応言っとくんですけど、もうみんなはっきり言ってますよ。もう真面目に働こうぜ。うん。みんなで真面目に働こうぜっていう。闇バイトから要するに、で困っている若者を救いますっていうのは、救わなくていいからっていう。うん。救わなくていいからっていう。そんなの 100% 助けられることでないし、別に NPO とかにやって何か実績ができるなんてことはほぼないんで。はい。いう風な話になるんで、まぁ、ちょっとやっていきましょうということになるわけなんですけど、はい。まず順番にやってくるんですけど、まずこの闇バイトの要するにやり方っていうことになるんですけど、これね、はい。まず闇バイトが社会問題になるっていう風な感じになって、まぁ、社会問題になりますっていう風な話になるんですね。そうするとまた NPO 法を作るって書いてあるんですけど、NPO 法人ですね。はい。これ NPO 法人を作るっていう風な感じになります。はい、こちらですね。NPO 法人作ります。で、本当に NPO 法人作って、こういう問題が解決されるんだったら、そのエビデンスあるんですかって言いたいですよね。そう、どれだけの要するにお金突っ込んで、どれだけの要するに実績があって、どういう風になって、どのぐらいパーセンテージが要するに減ってるから、じゃあ NPO 法人必要だよねってわかるんですけど、そういうのは客観的資料データとか統計とか何にもないんで、普通にいらねえんじゃねえのっていう話にしかならないよね。はい。そのなんかこういう風に救われた人がいるんですよとか言われても、うん、別にだからだからそれが費用対効果として合ってるのかどうかっていうことで決めるんでしょっていう。政策決定ってっていう。その客観的資料データはありますかって聞いてんだけど、まあ、一向に話が聞いてもらえないっていうね。まあいいな、だから、ね、じゃあその話は分かった。それいるのはいるんだろうと。そう、別にいるのが嘘だって言ってねえよみたいな。それの費用対効果がどうなってんだっていうところで、税金がちゃんと要するに使われるべきなのかどうかっていうのを判断できるじゃんっていう。それを解説するっていうんだったら、別にその客観的資料データがありますかってないですっていうね。はい。ないんだったらやりようねえだろって話ですね。はい。っていう話になるわけなんですけど、まず公金もらうということですね。はい。公金をいただく、もらいますということ。で、その NPO 法人とかその辺もろもろっていうのは皆さんも最近分かってきてると思うんですけど、まあ炊き出しをやっていたりだとか、まあ要するになんか弱者に対する貧困に対して、貧困に対してどういうふうにアプローチするかっていうことに関しては、漏れなく反社会的な勢力って、まあ半グレであったり、暴力団であったり、まあ活動家であったり、まあいろんなところの反社会的な勢力っていうのがどんどん絡んできて、まあ反社会的な勢力が儲かると。まあそれが要するにリアルの実際の社会であったりとか、リアル社会であったりとか、ネット空間上でまあ暴れ倒すということですね。でも反社が儲かるということですね。で、反社が儲かって資金がどんどん流入するということは、また闇バイトが要するにたくさん増えて社会問題になるっていうね。これが延々とこうぐる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 こう繰り返される。まあいうふうな感じになっていくという感じになっていくわけですね。はい。何の意味があるんだっていうふうな話になりますね。はい。で、まずポイントになってくるのは、闇バイトを対策するためにはどうすればいいですかっていうことになるんですが、一つ目っていうことなんですが、まず警察にきちんと予算をついたり、警察官がちゃんと仕事しないんだったら、警察官ちゃんと仕事しろよって圧力かけて、要するにやるということですね。で、まあ、一つ目は単純に警察が捕まえまくるということですね。まあ、どんどんしょっぴいていくということですね。まあ、私も江戸川区に初め来た時なんか闇金みたいなのがなんか江戸川区でそこら辺で暗躍してたんで、まあ、警察に片っ端からの警察に捕まえさせるために携帯で電話かけまくってたんですよ、警察に。そうそうそう、鬱陶しいんで。なんだこれと思って。なんで闇金がこんなに野放しになってんだよと思って。でも警察にバンバン要するに捕まえるようにっていうんで、まあ要するにどんどん電話かけまくるっていうふうになったんですけど、まあ、警察動きどんどん早くなっていって、まあ要するにどんどん捕まえますよっていうふうな感じになっていったと思います。はい。したがって犯罪に対する対抗策としては何があるかというと、警察が迅速かつ、簡単に要するに捕まえるというふうなことになるということですね。もし予算が足りないんであれば予算をきちんとつけるということですね。はい。二つ目ということなんですけど、普通に働いて希望が持てる仕組みを作っていきましょうねっていう話ですね。ね、社会保険料バンバン取られます、税金どんどん取られます、だ意味ない、ないでしょって話。ちゃんと真っ当に働いたら、まあ別に生活に必要なもんっていうのはあんまり税金がかかんないっていう、税金が要するに、
取られないよねと。まあ、200万や300万円ぐらいだったりしたら基礎控除がなんか増えてってくれるんで、そんなに税金取られるって税金の重税感や負担感ってはないですよね、ということですよね。で、インフレになってるんだったらそれに合わせて基礎控除の額であったりとか、もろもろの控除額を要するに引き上げていきましょうねっていうふうなことをやっていくっていうのが必要になってくるわけですね。働いても働いても増税しまくるっていうんだったら、闇バイトを要するに応募するやつってどんどん増えてきますよね。だって一生懸命働いても税金なんかいっぱい取られていて、なんか俺の生活どんどん毎年苦しくなるんだけど、ったら犯罪に染めるやつが出てくるの当たり前の話ですと。犯罪を減らすっていうのは二つアプローチがあって、まず犯罪してるやつを捕まえるっていうのと、犯罪がないような、犯罪をしなくて真面目に働いた方がメリットが高いじゃんっていう社会構成を作ることが政治の役割ですよね。若者に啓蒙活動をひたすらする団体を作りまくって、そこに金流しまくるのは政治の仕事じゃないですよね。うん。政治家は啓蒙される存在ですよね。国民たちにこういう政策が必要なんですよ。こういうもんが必要なんですよ。じゃあこの政策お願いしますよっていうふうな話をするんですよね。政治家が要するにやって若者たちに啓蒙します、謝礼金もらいますって何の価値もないですよね。NPO 法人でも活動家でもいいんですけど。別にいいんですよって NPO 法人が、ね、警察に代わって要するに闇バイトやってるところを見つけ次第どんどん通報しまくっていって警察と連携していって捕まえまくる NPO 法人がありますよって言ったら別にどんどんやればとか思ったりするんですけど、そうじゃないんですよね。闇バイトにはまらないようにするためにやりましょうって YouTube でも見とけやった話やんか。じゃないですか。で、闇バイトについて気をつけなきゃいけないと思ってその場に行ってるやつでまず闇バイトに引っかからないし、普通に考えて何の効果があるのかなって話になってきますよね。で、三つ目ということになるんですけど、はい、こちら。闇バイトと、変わらない事業者を取り締まらないといけないんですよね、って言うんです。皆さん、闇バイトって見てるんですけど、闇バイトなのかって言って、これ正規の求人なのかっていうの分かれへんよ。具体例あげましょうか。闇バイトと、まあ、それもちろん殺人事件とかもろもろ起こしてる闇バイトはともかくとして、ビッグモーターってどっちの方がひどいですか？闇バイトの方が給料高いんで、ビッグモーターで働くよりはマシじゃね？いいっすか？ビッグモーターって別にその正規の会社ですよね。普通の中小企業とかも上場してたりとか、その程度、上場はしなかった、上場してたよね。ある一定程度の要するに大きな会社で、違法行為が、ね、頭のてっぺんから足のつま先まで要するに違法行為をしているという状態だったよね。除草剤ばらまいてみたりとか、ね、車ぶっ壊してみたりとか、で保険料請求要するにやってるっていう話になってるんですけど、で、これで要するに、別に会社に勤めてて、会社員だから無罪ですねとはならんわけですよ。わかりますね。捕まるリスクや逮捕されるリスクっていうのは当然あるわけですよ。闇バイトと何が違うんですか？闇バイトの方が逆に言うならば、要するに税金払わなくていい分いいんじゃねえかって思うやつが出てきても全然おかしくないでしょって話。でしょって。そういうふうな悪質な要するに事業主っていうに関しては、要するにきちんと取り締まらなきゃいけないでしょって。だから、厚生労働省がやらなきゃいけないことっていうのは、別に NPO 法人を使ってそこに要するに俺らが納めた税金を納めることじゃなくて、こういうわけのわからん、労働基準法なんだかなんだかよくわかんねえもんまで、全部要するに何もかも守らないような事業所を、きちんと要するに官僚が、その現地現場行って、どんどん取り締まっていきましょうねっていうのが仕事でしょってやつです。わかりますかって。労働者が普通に就職した場合に関しては、そんなに危険な目に遭うことがないよねっていう社会づくりをしていくために官僚がいて政治家がいるわけでしょってやつ。そのために他公金を投入してくるわけでしょっていう。NPO 法人して闇バイトにはまらないようにしましょうって啓蒙活動するだけなんやったらそこら辺の YouTuber に適当に金、回しときゃいいだけの話だよ。で、話す内容全部要するに送っときゃいいだけの話になるじゃん。そうでしょ？はい。ということになってくるんで、要は何をしなきゃいけないかっていうことで、要するにことになってくる。で、この動きをちゃんとするのかっていう話です。いいですか？闇バイト対策をしますっていう時に、警察が要するに本腰を入れて死ぬ物狂いでやりますって。もしくは、厚生労働省とかが、要するに労基を要するに守っていないところに関しては全部本腰を入れてやってくる。で、正規の要するにちゃんとした会社が、ちゃんと要するに法のルールを守るっていうことによって闇バイトを減らしていくことにしないといけないよねっていうことを、ちゃんとやらないといけないでしょって。よろしいですか？はい。
で、それと同時に政治家がちゃんと普通に働いて手取りが増えるような仕組みっていうのをちゃんと作っていきますかっていうことをやっていくってことですね。はい。皆さんがちゃんとこれを要するに決めてください。これを見ないといけません。闇バイトで、高金中級ビジネスを作る動きとか、ないよね。まあ、出たら別に批判しまくっていいと思いますよ。批判って結構大きな影響力ありますからね。これただ単純にあれでしょって闇バイトを取り締まるとか言ってて、高金中級ビジネスで変なところに金流したいだけでしょっていう。何お前ら高金中級ビジネスとか闇バイトに助長するような行動してんのって、クソみたいな法案通してくんじゃねえよみたいなね。ことは、ま、ちゃんと要するに、ま、ネット上でもどこでもいいですけど、別に言うってことは全然いいことだと思います。批判ってすごく大事なの。みんなが、これシステムおかしいよねって言うと、おかしいよねって言うんで、批判する。で、批判されたことによって、要するにその仕組みが要するに変わっていくとか、そういうことをしてるんであれば、次の選挙で、あ、俺ら落とされるわっていうことが分かるっていうことになるんで、それが世論の圧力となって、要するにぐるぐる回るということになりますからね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。